だと。そんな。できるんだよ。エネルギー。まさか。じゃあ。何人犠牲にしたんだ。これだけの人口は。人間からは天帝はホムンクルス破壊しかもたらさず究極の存在にでもなったと。そうかね。ほう、たかだかごったが時間の問題で神を手に入れた。消えてうせろ、錬金術師。時のために俺の中の賢者の一生頭を各地に配置しておいたのさ。縁というファクターがなければ力は発動せん。縁ならあるさ。空から降ってくる飛び切りでかくてパワーのあるやつがな。一色によって大地に落ちる月の影、本影だ。邪魔をするか、オーレンハイム。そのためにここに来たんだよ、ホムンクルス。ボロボロだな俺たち。かっこ悪いったらありゃしねえ。でも生きてる。うん、生きてる。痛みを伴わない教訓には。この地上に生ける神の子らよ、祈り信じよ。されば救われん。私は太陽神の代理人にして。ラジオで宗教放送なんだこりゃ。いや俺にとっちゃあんたらの方がなんだこりゃなんだが、あんたら大道芸人かなんか。そんじゃ生き教主様。教師様、奇跡の技を。
まったくもう。行くよ。はい。弟撃たれて。ふん。はっ。これはね、ひと僕も。エドワード。ま、その神様のし。そんな。なあ、もうこのロズ。神聖。競技を受け。ああ、ぜひとせこい連携。さあって、私の賢者の例えばそ。は。ご名と伝説の中だけの探し。どうしたのこの野郎。しっかり味わえよ。ロゼ。え。よく見ておけ。これ。決めろ。行くよ。はい。ここは俺の好き。これでも食らえ。そうだな。勘違いすんなよハゲ。もっとも、もか。この教会マジで。兄さん、どうすればいい。見せしめだ貴様。こいつら倒すしかねえ。それくらいじゃ僕たちは。行くよ。はい。左のやつとの相性、右のやつは任せろ。面白いじゃん。僕に任せて。覚悟しやがれ。逃がさねえ。この部屋は放送室よ。うん、あ、なんかさっきの話。そうまでしないと。言ったろ、何かを得ようとする。でもそこまで人の形をして人体錬成は諦めたけど